それがワールド3のマップです。デアボリック5の3番目のメンバー、ミズ・ルビー・ザ・マジックマスター。もともと霊感の強い家系に生まれた彼女は、子供の頃からその才能に目覚め、ついには死者をも復活させられるようになった。だけど子供の頃、周りに怖がられていたことを未だに根に持っている彼女。デアボリック5に加わった今になって、その頃の仕返しをしようとしているらしい。最近ではハイチの密林の中にアジトを作り、なんだかいろいろと怪しげな生き物を生み出しているみたいだ。まさかお化けが怖いってか？違うです。私はそんな非論理的なことは言わないです。ただですね、私はどうにもそのバイキンのうようよいそうな緑のドロドロが。おいベントレ、頼むぜ。はい、わかったです。ところでマグショットから取り返した秘伝書のページのテクニックは覚えてるですか？レールウォークだな。そのあたりの木の根っことかで試してみるです。いいですか？じゃあジャンプして丸ボタンね。下りになっているところがおすすめです。特に苔でツルツルになった木の根っこなら、まるでジェットコースターみたいに滑れるですよ。了解。ガードに守られている鍵が必要です。入り口には怪しげなフィールドがあるです。あの紫のろうそくを5本とも壊してみるですよ。了解。気をつけてください。敵は変な魔法を使ってくるです。見つからないように侵入するです。奴らのチームワークは侮れないですよ。こっちもな。鍵を取りに行く。
こちらのセンサーにとても強力な反応が出ているです。ってことはミズ・ルビーが近くにいるってことだな。その通りです。スライ、ミズ・ルビーの味とあの骸骨寺になんとかたどり着く道を見つけないと。それにしてもがっちりとロックされたゲートです。何か中に入られるとまずいものでもあるですかね。あるいは出るとまずいものかもな。このゲートを開けるにはホバリングキャノンに乗ってここにある25本のトーチ全部に火をつける必要があるです。左のアナログスティックで移動してバツボタンでファイヤーブラスター発射です。それともう一つ、ファイヤーブラスターを発射するためにはその辺りにいるバーナーフィッシュを捕まえる必要があるです。1匹捕まえればブラスターが1回使えるです。急いでください。タイムリミットまで2分しかありませんです。Thank you.
をつけてくださいです、スライム。あれで緑のドロドロをかき混ぜて何かの元を作ろうとしているみたいですね。あのヘンテコな仕掛けをぶっ壊してその後蓋に乗るっと。そうすれば骸骨寺までひとっ飛びか。オーケー、プランはバッチリです。いいですか、スライ、マスクの影に隠れながら進むですよ。ガードに気をつけるです。
ださいです。どうやらあのトロトロはここで作られているみたいです。キャノンにはゴーストブラスターが装備されている。左のアナログスティックで移動、右のアナログスティックでブラスターを差し出す。移動しながら反対の方向を攻撃できるんですからね。
ださい。ちょっと変な話なんですが、敵と取引することになったんです。あのですね、そこでふわふわしているゴーストにお願いされたのですが、いいですか、鶏50羽をそいつの代わりに捕まえるんです。時々出てくる爆弾鳥はうまく2羽をぶつけるんです。触ったら土管ですよ、気をつけるです。褒めてくれるのは嬉しいんだけどな。秘伝書のページを返してもらいに来たぜ。あら、スライ。元気があって結構だけど、口先だけじゃダメなのよ。どう？このあたしのソウルフルなビートについてこられるかしら。また後でね。やがれ、逃げ回ってるんじゃねえや。そうね、いいわよ。まずはここまでおいで。あたしのペットちゃんの上に乗って。ペットに乗って？ちょっとしたゲームなのよ。お邪魔なゲストにはいつもやってもらってるの。あんたのソウル見せてもらうわよ。何をするんだ？私がかける魔法の種類とタイミングを覚えて繰り返す。あんたに私みたいなソウルがあれば大丈夫。なければさよならだよ。覚えて繰り返すだな。面白そうだぜ。Bang! Bang! 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 Bang!
じゃないわよ。あいつは特別なカンフーの使い手なの。先生、やられておいで。もし今までのボスみたいなやつなら楽勝だぜ。ミズ・ルビーが持っていた秘伝書のページは遠いご先祖カーメン・クーパーの書いたものだった。姿を消すことのできる技術はまさに盗賊のための技。例によってご登場のカルマリータちゃん、ゾンビやゴーストで周りを騒がせたとミズ・ルビーを牢屋送りにしたものの、お目当ての俺たちは一足先におさらば。せっかくの南の島パリに戻る前にリゾートを楽しんでいくとしますか。